こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も参考者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、月、火影を移して欄干に昇るです。月が移動することで月光によってできた花の影を次第に窓の欄干に昇らせるという情景を歌ったもの。これは風先生を送りて陳情に来たり、月火影を移して騒然に至るの語句を言い換えたものです。そのままが悟りの妙境として絶対肯定されています。法が遠い昔より時を超えて受け継がれてきたことに例えるとも返されます。で、今から月火影を移して欄干に昇るを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。